はい、皆さんこんにちは。本日は4月の13日ソンクラン初日でございます。このような形で、ね、ただいまねシーロム通りの入り口まで来ておりますが、このような形で、ね、たくさんの水鉄砲を撃っております。だいたい300バーツぐらいからスタートですね。ワーサンサワディカップ、今日のライブはだいたい1時間から1時間半ぐらい予定してます。とりあえずねシーロム通り行きますけれども、後で時間が許すようであればというかバッテリーの充電等々が一番問題になってくると思うので、その辺がクリアさえすれば長く続けたいと思いますが、これねシーロムの今ちょうどあっち方面ですね、ルンピニ公園方面に行っておりますけれども、とりあえずねこんな感じでもうこの辺ほとんどが物売りの休憩所みたいな形になっております。はい、ただいまシーロム通りまでやってきました。とりあえずこんな感じです。で、今年は今年はねシーロム通りは、シーロム通りは歩行者天国になっておりましてね、こんな風にすごい風景が繰り広げられております。ちょっとここの中を突っ切っていきましょうかね。ただいまね、お昼の2時ぐらいです。もうすでにこのような形で戦場になってます。これね、一応ビニール袋をかぶせてきておりますけれども、すごいよねこのクレイジーさ。基本的にねこれやってるとね狙われるんですよ。どうですかね、こんな風になっております。ちょっと上の方に避難するか、反対側にちょっと行ってみようかなと思っても逃げるスペースがねないんですよ。なんか可愛いので参戦してる人もいますね。こんな感じですね。とりあえずここの中頑張って進んでいくか。お願いやからカメラは狙わないで。入り口からこれなんでね、すごいことになってる。ここなんか DJ ブースがあるからこんな風になってるんだね。少し迂回して、別方面から行ってみたいと思います。ていうか迂回するところって言ってもね、この辺全部柵がされてるんでね、出るところないですね。さてどうなっていくでしょうか。出るとかありました。ちょっと反対側方面から出てみたいと思います。本日はね4月13日ソンクラン初日でございます。ただいまシーロム通り歩いております。逆光気味なんで影の方を走りますが、こんな感じでね、ここら辺がちょうど入り口で一応警備はしてますね。はい、ようやくサラデーンの駅の下の方まで入ってきましたが、やっぱりシーロムの歩行者天国はいいですね。なんかプールに入ってるような
そんな気分になります。あ、もう耳の中まで行かれちゃいましたね。あ、さっきのあれですね、なんか DJ エリアを過ぎれば結構空いてますね。はい、これバーガーキング前でございます。バーガーキング前も来てますね、かなり来てますね。今年はね、シールム通りが今日と明日に限り2日間通行止めになっております。2日間ね、シールム通り通行止めになってますので、かなりね、やっぱりいいですよね、この通行止めになってる雰囲気がいいですよね。いやー、楽しめますね、これね。このような感じで、ね、水の補給とかもここでね、水の補給ができるようになっております。こんな風にね、水の補給ができるようになっております。あ、耳にまた水入った。右から左からね、来ますからね。音声とかね、悪くなってもすいません。結構ね、注意はしておりますが、右から左から後ろから前から、たくさん水が来ますんでね。あ、目にしみる。今日は一応ね、帽子をかぶったりしてるんですけどね。ここサラデーンの駅の真下でございます。あれ、一方通行なの、これもしかして。一方通行なのかどうかわかんないんですが、この辺もこんな風にね、かけまくってますね。基本的にね、外国人の人はもう裸ですよね、ほとんどが。粉かけはないので、水だけですね、今年は。水だけの損か。あのね、カメラをめがけてお願いだから、やらないでください。一応ね、私はまあメガネをしているんでね、メガネは装着してまして、で、あとスマホと、なんていうんですかね、カメラにも一応ビニールはしてきております。やめてって、このお姉ちゃんに今めっちゃ水かけられちゃいました。カップンか。場所ですよね。ちなみにね、下の方こんな感じになっております。もう水浸しで、横にも逃げれず、もうひっきりなしにお店がある状況ですよね。わおわお、上は右から左から、はい、すごいたくさん来ます。うちはピンマイクはつけてはいるんですけど、ピンマイクはつけてはいますけれども、音声どうでしょうかね。ちょっと歩くスピードは速くなりますが、あ、目が痛い、目がすごい痛いです。ようやくと言っていいんでしょうか、タニア通りに来ました。
から冷たいのやめて。はい、ちょっと横に避難します。はい、これがソンクランの谷屋通りでございます。まあ、まだお昼2時ぐらいなんですけれども、どうでしょう。横にね、1本それると、もうかなり静かになりますんでね。だいぶ楽というか、静かというか、まあ、気持ち楽ですね。この辺はもう救護部隊がいるという、そういう感じでしょうか。カメラを防水しております。ただね、マイクとかね、あとマイクのいわゆる接触部分とかが防水できないんでね、そこだけですね、気になるところが。いやーすごい、あのバンコクの街中全部がこれじゃないですからね、一部だけですから。これからね、今シールームいますけれども、これからちょっと別のところも歩いてみてね、どんな感じかっていうのを街中の様子もお届けできればと思っております。あの辺が一番の天井というか、DJ ブースのあるところが一番危険ポイントですね。アウトでしたね今ね。なるべく裸の人の横にはいないとか、そういう風な対策をするしかないですね。すごいね、この雰囲気。ただいまね、シーロム通りを、歩いております。非常にたくさんの人が出てソンクランを楽しんでおります。なんとかなんとか行ってみましょう。ここら辺がこうね、DJ ブースあるところでね、DJ カードですね。この人は 今から戦場に向かう人たちですね。まあ、こんな感じで、ね、シーロム通りはこんな感じで見てきましたんで、これからね、また別の場所を行ってみたいと思います。こちらがシーロムでございます。シーロム通り見とります。結構このね、上の方から見ても面白いですよね。こんな感じでね、たくさん集まっております。2時からの予定でしたけどね、2時過ぎにはもうこんな戦場になっておりました。いやすごい、
シーロム通りにいます。あとにユーティタノンシーロムなかワニワンティシクサームか。ちょっと向こうの方まで近づいてみましょうか。これから少しまた違うところ行きますかね。これまだ2時なんでね、これがまた3時4時になるともっと増えてくると思いますよ。すごい盛り上がってますね。いや、すごいな。すごいです。これがシーロム通りです。これがフルパワーのシーロム通りですね。去年とかは全然なかったんで、今年こそこれがフルパワーのシーロム通りというふうな印象を受けております。いやーすごいな。中途半端に来るんじゃなくて、もうソンクラのこの水かけをやろうっていうふうに来たら、非常に楽しい場所だと思います。はい、こちらの方、ラマ4世通りの方まで来ました。あー、カプンカこの辺がね、ちょっと横に取れたところはだいぶ平和になりまして、戦争のしてないところですね。こちらの方ではかなり落ち着いた雰囲気になっております。はい、水かけ合わずにね、なんかご飯食べたりする、ちょっと休憩所って言った方がいいですかね。そういうところになります。いやーしかし、559人、ハーロイ、ハーシポン、トップマーカップ、トップマードゥライブ仲間。お願いやからやめてね、お願いやからやめてね。おー、いいです。めっちゃホースでかけられた。はい、ただいまね、トイカウボーイに向かっております。左半身びしょ濡れになりました。モタサイの方も大変そうですね。ここからソイカウボーイに入っていきます。昼間のソイカウボーイどうでしょうか。もうね、濡れるのは当たり前なんで仕方がないんですけど、
ちょっとコメントもまたね見れなくなりますが、とりあえずここ入っていきましょう。入り口からこんな感じです。よいしょ。ホースでかけるやめろ。ホースはホースはやめて。ホースはい、はい、じゃあ取り、はい、カウボーイ、はい、こういうカウボーイもこんな感じになってます。逆光で見にくいと思いますが、すごいね、この防護柵がすごいね。この日は堂々とビデオ回しながら走れます。あー、嫌いです。カメラはやめろ。カメラ シーロムより綺麗。カメラわかん。カメラあのカメラな。めちゃめちゃカメラを狙われる。カウボーイでございます。水のかけ具合やったら、シーロムよりもこっちの方がひどいです。容赦なくかかってきます。
ラーを持ってるとね、すごい結果に引っかかっちゃいますね。クレイジーロン。この辺りもすごいね、こういう交差点。あのね、バイクにかけるのは良くないですからね、気をつけてくださいね。あ、出た出た出た、うー、冷たい冷たい。やばい通りでございます。この辺りに住まれている方、駅まで行くの大変だと思いますので気をつけてください。右の方のマッサージ屋さんとかでもこんな風にハイコンプランやっております。気をつけましょう。あ、なんか耳の中に水が入って耳が痛いです。はい、ここは遠くので、検診前でございます。この辺りもなんかこうずっと掛け合った跡があるんですよね。いやー、そういうかすごかった。あのね、シールムではいや濡れは濡れましたけど、まあ濡れた程度なんですよ。でもね、ソイカーボーイ濡れてるんじゃないんですよ、びしゃ濡れなんですよ。あのもうパンツ中まで全部濡れたっていうレベルのびしゃ濡れになりました。シールも可愛いですね、まだね。ちょっとかけるぐらいとシールもがっつり行くならソイカーボーイどうでしょうか。はい、ただいま麻生区の交差点、はい、ソイカーボーイの横を通りました。こうやってね、戦地に向かう方たちがたくさんいますね。はい、ナナプラザの方に入ってきました。どうでしょう。でもこの時期にね、やっぱり来るんだったらもうソンプラにね、もう参戦しに来る気分で来なきゃ難しいですよね。中途半端にねやるんじゃなくて、もう一日、丸一日はもうお昼から丸一日はもうソンプラン参戦を目的に来るのがいいと思いますよ。
体は OK です。カメラはやめて、体は OK やけど、カメラはやめて、バッテリーあと 20% になっちゃいましたんで、波乱がすごい楽しそう。遠くからたくさん飛んできます。被弾してしまいますね。こちらナナプラザ前です。ナナプラザ前でございます。風立つ前もかなり賑やかです。この辺がやばいね。敵にギャルばっかりして、この辺一番やばいじゃないですか。ピックアップがすごいことになってる。みんな嫌からカメラには立てないで、この辺のピックアップだね。バイクは基本的にかけられる対象になりますので、いつも夜散歩で夜走ってますけども、まだお昼間は違った雰囲気がしますね。あの区間だけ越えれば平和になりました。平和って言ってもその辺避暑地になってるだけであって、普通に天井ですけどね。こういう6回抜ければね、安全なんですけど、この辺はおとなしめ。バイク乗ってると必ずかけられますねっていうレベルですね。この車は何？もう一
ですね、ソンプランに参戦したい場合はなるべくこうホテルの近くとかに泊まるのがいいですよ。その参戦する場所、シールだったらもうシールまで歩いてくる場所。7やったらこのやっぱ7近辺まで歩ける範囲のところで泊まられるのがいいと思います。そしたらね、もういつでも着替えに出れるしね。ただ場所間違えちゃうとどこに行くにも水かかるっていう風になりますから、それだけは注意しないとですね。うん、いいよ、冷たい冷たい冷たい。はい、ビタビタです。まあこれが氷水じゃなければ全然気持ちいいんでね、それはすごく楽しいですよ。これ氷水だとね、もう本当にね、もうヒヤッとするんでね、それだけやっぱ危ないですよね。20分。パソコン近くのホテルでも全然いいですよね。全然やっぱり歩いてくれるしね、ここまで。本格パソコンの次にはもうホテルが出るときからね、そのレースに向かってできて、で、なんと袖を抜けつつ履いた方がいいですね。ちゃんと紐があるビーチサンダルでもなるべく脱げない、歩きやすい、滑らないと、そうしとかないと全然滑るんで、気をつけるんですね。いやー、これはすごいな。渋滞の原因はこのピックアップでございます。このピックアップが前に行かないから、後ろが行けないという風になっております。これですね、このピックアップね、さっきからずっと止まってますけど、お腹すいた、7バーガーでも食べたいレベルです。というかもうバッテリー切れそうなんで、次にね、どこに行けるか分かりませんが、とりあえず切れるまではこのまま行きたいと思います。さっきあと 20% の表示が出たんで、ちょっとまずいなーって感じ。水を補給してやる。ほら
こんなとこで見て東京好きかよ迷惑決まりないね、うん、ทุกการหยุดงานสังคมชา